こんなんでよければ寝てはね、めっちゃ気持ちいいですから、うん、こんな感じ。あー、そうか、でも、いや、痛気持ちいいかな。痛気持ちいいかな、うん、あー、ほんまや。てか先生、手あったかい。あったかいでしょ、うん、気持ちいい。あ、でも、すごい凝ってるんですね。ですね。あー、あー、すごい、天使や。え、天使や。天使や。天使やって。天使や。あー、気持ちいいよ。あー。時間があれば手間に行くんだけどね。あー。これつけてよかった。ちょっといいことないと、いいかわいそすぎる自分が。かわいそすぎるって叫ぶ終わりになっちゃったご褒美が。 ちなみにヘッドしたら、うん、あのね、寝ちゃうよ。あ、本当に。はい。あ、でもこれが待ってるなら、はい、悶絶頑張ろうかなって思えるかもしれない。あー、それはすごいな。これパソコンのせいかな。でしょうね。ああ、じゃあ。あ、でもすごいな。今日一の痛さを知ってるから何をされても痛気持ちいいで終わる。ですよね。ですね。いや、これはいいわ。みんなだから小顔矯正とかやるの、まず受けてから後で考えてごらんって。うん、それでも耐えれるんだったら受けてごらんって言って。ああ、確かに顔なんてって話はもうね。そうですよ、あの強さを顔で受けるんですもんね。頬とかで受けるわけですから。ああ、もう考えられない。ああ、気持ちいいよ。これ絶対みんなやったらいいのに。そうそうそう、あのまあ、やったらね、いいけど、僕もやんのめんどくさいから。ああ、なるほどね。じゃあ、やっぱド S やん。悶絶が。そう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 。あ、でも確かに、悶絶歩きかもしれない、はい、そうなんです、あれがあって、あれがそう、あれがあった後にこの手とかされるとめっちゃ気持ちいいんですよね、うん、なんか、さらに倍って気持ちよさが。そうそうそう、まあ、全身これだけであの気持ちいいコースっていうのもあるんですけど、結局それを受けてもみんな寝ちゃうんですよ。ああ、なるほど。で、それだったら痛いけど、まあ、短い時間で叫んでもすっきりした方がいいみたいな、うん、あ、でもそれはそうかも。体はこれやれられるなら、はい、あのオイルマッサージとか行きますって感じかもしれない。でしょ、うん、そっちに行った方が絶対いいですよね、うん、いや、本当に気持ちいい。気持ちいいだけだったらいっぱいどこでもあるからね、うん、いやー、悶絶よくチョイスしたと思ったけど、ドンピシャや、ほんまに。ドンピシャでしょ。ドンピシャ。本当に絶叫でもないしね、もう本当悶絶って感じ。悶絶でしょ。いい言葉のチョイスしたと思います、うん、自分でも。絶対みんな嘘やと思ってたけど、ほんまやわ。でしょ、うん、もう。だから動画でちゃんとみんなにあの痛いよってちゃんと言ってるのに、いやいや嘘でしょって言いながら来る人で、もう初回で来れなくなる人、ああ、もう1回受けたらもう来ないとか、まあ、大体10人中9人はそう。ああ、そうなんですか。1回だけみたいな。あ、もうじゃあ何、経験としてってこと。ん、そうそうそう。でそっから1人ぐらい、10人のうち1人残ればいいぐらいでやってますから、うちも。いや、でも最後のあの背中伸ばしが劇的にすごかったな、はい、すごいスッキリするでしょ。スッキリしたし、全く痛くなかった。で、その俺に価値を分かった人だけが、あの痛さとか遠くても値段もとか言って、うん、もう来られる人だけでいいんですよ。いや、でも1時間であんな劇的に変わるっていうのが。変わります。なおかつ私相当止めたのに、はい。相当止めたのに、相当止めて、はい、優しくしてもらったのにあんなに変わるってことは、そういうことです。いや、でもな、ずっ
とあの痛さは無理だったな。でこれがね、今日が一番痛いんだけども、2回目3回目って続けていかれると痛さが減ってくんですよ。はあ、と信じたい。そうそうそう、信じた人は来るし、うん、本当にいや無理ってなった人は来ないしね。でどんな感じかって言ったら、他で、他の例えで言ったら、うん、今日ゴミ屋敷のゴミを出したみたいな感じ。あー、なるほどね。とりあえず上っ面をってこと。上っ面をとりあえず取ったんです。で次もう一回来られた時は、その1ヶ月分の汚れと、うん、その、 あのゴミ屋敷のゴミで汚れてた床とかを磨こうよとか、はー、そんな感じになってくるわけです。ね、あでも1ヶ月に1回ぐらいでも間に合うって感じ。全然間に合うです。間に合います。あー、マジか。3ヶ月来なかったら最新料っていう、まあ、最新料っていうのもらえますよっていう、はいはい、初見料みたいなね、うん、で罰則を設けてるんです。でなんでかって言ったら、大体3ヶ月来なくなっ来なかったら、うん、まあ、初めに戻るんですよ。ああ、なるほどね。絶対マジか。3ヶ月に1回ぐらい来られてると、まあ年、ね、4回だよね、春夏秋冬みたいな、はい、そんな感じで来てると、 そんなに痛くないし、体の調子もいいよって言ってます。うーん、右おかしい。テンキーとかマウスとかだろうね。あー、マジか。ここ、あー、うーいやー、天国だったのに左。右よ、お前よ、この私の右手が痛い。マウスだ、マウス。マウスだ、マウス。いや、でもこれは絶対楽になってるはず。なんかすごい楽になってきた。うん、楽になってきた。なんか血がブワーって巡ってる感じがする。なんか熱いもん、ふわーって手が、ね、温かくなってきてるでしょ、うん、体も全体すごい楽でしょ今。体めちゃくちゃ楽。ただ動くとやっぱりふくらはぎとかはちょっと痛いけどね。ああ、でも私あの仰向けってあんまできない人なんですよ。ああ、そうなんですか。あの腰が痛くて絶対横に、はいはい、向いちゃうんですね、うん、向いちゃうんですけど、はい、この仰向けで気をつけて寝てる自分が、はい、すごいなと思って。絶対でも 寝ないと受けれないじゃないですか、こういうとこって。そしたらどっかしらがこうこわばってるんですけど、はいはいはい、緊張してるっていうか、はいはい、今取れてますよね。今取れてて本当にだるーんとこう寝れてる自分がすごいなと思って。いいことでございます。本当になんかね、反り腰で。ああ、反り腰でしたね。そう、はい、で猫背だから張るでしょ、はい、ありますね。でなおかつそれによって巻き肩っていう。ああ、巻き肩になってましたね。なんかね、はい、一応勉強はしてるんですけどね、はい、絶対に全部無理なんですよね。それ取れない一気には取れないね。そう、全部が悪循環って分かってるんですけどね。まあなので、まあ、 あのこうやって手入れさえしとけばそんなに悪くはならないんだけどね。自分の弱点さえ分かっとけば、うん、その弱点をあの克服しながら生きていけばそんなに体って悪くないからね。あ、確かに大病になったことはないんですけどね、うん、そうそう。この大病に凝る人はそんなに大病にならないんだけれども、なりにくいというか。あ、そうなんですか、うん、見てる限りね、うん、まあ定期的に、まあ、まあまあね、あとはもう体、うん、どこまでするかだよね。いやでもちょっとあのお尻は、はい、衝撃でしょ。衝撃だけど、はい、求めてたものだなと思って。なんか求めてたのか、なんだろうな。だけ嫌がって嫌がってたけど、はい、あっこまで押してくれる人いないから、はいはいはい、なんか懐かしかった。懐かしかった。ああ、前のね、先生のね。そう、前の先生のが懐かしかったけど、いや、それ以上に痛かったけどね。ああ、まあ、それ以上に痛かったけどね。うん、だって前の先生の時止めたことはないもん。あそれはいいことでございます。ああ。もうちょっとね、ゆっくり押さえるってもっと痛いんだよね、本当は。ああ、なるほどね。ああ、ほんとだごめん、遊んじゃった。なるほど、耐えられないからね。あのギューっ
ってやつね。そうそう、ギューって抑える浸透圧って言うんだけど、うん、あれでやっちゃうと耐えられないよ、ね、あー耐えれない耐えれない、あーあーよいしょ、しますよ、はい、すみません、ごめんね、ちょっと待ってね、はい、どうぞ、頭戻して、これが耐えれるのがすごいな。で今からね、はい、ここを、じゃあね、ここじゃない、ヘッドマッサージね、していきますね、はい、目の ところも疲れられてると思うから、目をちょっと触っていきますよ、うん、あー、気持ちいい、ただ、あー、でも痛いな、痛いけど気持ちいいでしょ、うん、痛いけど気持ちいい、みんなね、受けるとね、これね、結構つける人が多いです。オプションメニューで。いや、これはつけた方がいい。やっぱご褒美ないと。あー、痛っ。これ、痛いです。これ、目の疲れね。あ、眼輪筋って言って、目の周りの筋肉って心臓の筋肉と一緒なんですよ。はい。で、ここってまあ疲れが出にくいんだけれども、うん、こいつがね、出てくると、やっぱ押さえてあげると、やっぱりちょっと痛みっていうのは、疲れは出てるのね。え、全部痛い。そう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 、いや、目をしっかり使ってるってことです。あー、これは痛い。痛いけど終わったらスッキリするんだよね、うん、シューッとするでしょ。うん、なんかふわーっと、なんかほんとシューッとする、シューッとする。でも叫ぶほどの痛みじゃないから、この気持ちいいのかもしれない。やっぱりもうちょっと目の周りが硬いのね、もうちょっとね、うん、あー、言ったそばからドSですから。これは逃します。いやー、マジか。小顔って、はい、こんなもんじゃないってこと。ここをね、あ、全力で押さえるんですよ。あー、なるほど。あー、これでいい。ちょっとまだそこまで自分に厳しくなれない。だからみんなね、あ、私は大丈夫って言って痛みで来るんだけど、小顔矯正受ける人、まあ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 ド M だからね。耐えれる人は、いやー、お尻が耐えれるようになったらしてみようかな。興味はあるんだ。興味はあるんですよね。で、はい、頭かりますね、はい、ヘッドマッサージって言ってもね、一番効く部分っていうのはね、天中風地っていうこのツボのところがあるんですけど、ここ押さえるとちょっと痛い、その辺からね。で、この押さえて痛かったところっていうのは骨がずれてるところなので、うん、ちょっとそれをね、ゆっくり押さえて取っていくって感じね。これめっちゃ気持ちいいでしょ、痛いけど。めっちゃ気持ちいい。なんか、頭の重みをこう。そう、使って。うん、めっちゃ気持ちいい。でもこいつが耐えてるってこと？この頭の重みを押さえ、そうそう、抑えてる。ここが骨がずれてしまったりとか、うん、まあ、筋肉が硬、まあ、くなってしまったりとかして、うん、で、まあ、頭痛とか目の疲れとか片頭痛とか起こってくるんだけれども、うん、それをここをしっかり緩めてあげると、かなりスッキリします。これは気持ちいい。これで僕喋らなくなったら多分カーって寝ちゃうよ、うん。やばい。で、押しながら引っ張ってるのでより伸びるんですよね。あ、それがいい、優しい。あ、これいいわ。まだ起きてた。うん。ちょっと感動してるから。あ、感動してる。で、これを、まあ、例えば悶絶整体60分とかで背中とか時間が余ってきたりとかしたら、うん、5分間だけ残ったからちょっとだけできるよとかできるんだけども、こうやって10分ヘッドマッサージとかつけといてくれるとしっかりできるみたいな。あ、これはご褒美だ。ご褒美です。
めっちゃ気持ちよかったでしょ。意識飛んでたでしょ。いや、意識飛んでた。やばい。めっちゃ気持ちよかった。はい、ありがとうございます。わー。